はい、ガレージライフの高橋直樹です。車の冬支着もう完璧ですかね。完璧だという方ですね。もう一点気をつけていただきたいところがあります。これを気をつけないと車の寿命が一気に減ってしまいますので、ぜひ最後までご覧ください。もう間もなく雪が降る、そして道路が凍結するという時期がやってまいりますけれども、それに備えて皆さんタイヤ交換とかウォッシャー液ね、僕のチャンネルを見ていただいている方であればもう完璧にこなしている方と思いますけれども、ただもう一個忘れてはいけないのがボディです。ボディをしっかりメンテナンスしましょうということなんですよね。積雪する地域、そして道路が凍結する地域であれば割と皆さん気をつけていることなんですけれども、これから仕事とか学校に通うとかで積雪地域に来る方はですよ、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。それは実は融雪剤なんですよ。これは僕が一番冬の対策で必要なことかなと思ってるんですよね。ただ今ね、融雪剤撒かない地域からこっちに来る方気をつけてくださいよって言ったんですけど、実際この雪国の人たちでもその怖さは知ってるわけですよ、融雪剤のね。その怖さっていうのはまたちょっと後でお話ししますけど、その怖さは知ってても実際に対策を行動に移せていない方が結構多いです。ということで、まあその知ってるよという方であってもちょっと対策として考えていただきたいなと思います。はい。で、先ほどから出てきたこの融雪剤です。これ何が怖いかっていうと、車をすごく速いスピードで腐食させてしまうんです。この融雪剤のメカニズムなんですが、塩化ナトリウムとか塩化カルシウムが主成分です。まあ、簡単に言えば塩ですよね。まあ、塩をまくわけなんですよ。凍ってとか、あと凍りそうな時かな、まいたりするんですよね。どうやってまくかっていうと、塩をまく専門の車が走ってるわけですよ、道路でね。後ろでこうぐるぐる回転しながらですね、塩をまいてるわけなんですけども、これすれ違うとですね、塩が結構車にバシャッと当たってしまうっていうね、こちらの方にね車で来るという方はね、そういうことがありますので、その撒いてるのが塩になります。塩を撒くことで氷なんかを溶かすっていうのはね、皆さん理科で習いませんでしたかね。融点が下がるっていうことで、まあ、そういった効果がありまして、凍結防止剤ということで融雪剤というものが使われています。溶けるときにね、熱を発するっていうことも、これもですね大きなメリットになってるんですね。ただね、この車には悪いと言ってもですよ、この融雪剤を撒かなければスリップが多発してしまったりということもありますので、快適に走行するといった意味ではすごく重要なものなんですけど、ただやっぱりね、メリットだけじゃないんですね。その代わりに弊害が起こってくるのが車のサビなんです。このサビ主にどこに発生するかというと、下回りの鉄の部分ですね。外装はしっかり塗装されてますので下回りほど錆びるっていうことはないんですが、ただ下ってやっぱり鉄がむき出しなんですよね。車をリフトアップした時に下から車こう覗いたことある方は分かるかもしれませんけれども、完全な錆っていうわけじゃないんですけど、本来黒いはずなのになんかちょっと茶色くなってるなって思ったりとかしたことないでしょうかね。それはまあ走ってるとね、よくある錆なんですけど、そうじゃないんですよね。もう浸食しちゃって鉄にもうボロボロになるんですよ。車の例えば走る曲がるとか止まるっていうところの周りを固めてる部分っていうのはやっぱり鉄なんですよね。なので、そういったところに錆が回って腐食して、車をダメにしていくと、まあ人でいう骨粗鬆症みたいな感じで、もう骨組みがボロボロになっていくイメージだと思ってください。だから走ってる途中にタイヤを支えてるような部品が腐食に乗って折れてしまって、ハンドルが変な方向に曲がったりとか、いろんなね弊害が出てくるわけなんですよ。ということで、この塩ですね、走ってる分にはいいんだけども、車の寿命をすごく縮めてしまいますので、これは対策しておかないといけません。最もメンテナンスとして効果的なのは、走った後に高圧洗浄機ってなかなか家庭で用意してるっていうところは多くはないですよね。まあ、むしろ少ないと思いますけど、そういったね高圧洗浄機で下回りを流すっていうのが一番効果的なんですが、ただホースの口をこう絞ってちょっと水圧を強みにして、タイヤの周りとか、あと車両の下ですね、水をかけてあげるだけでもこれ全然変わってきます。走った分の融雪剤をその都度落としてあげましょうっていうのが、これが一番効果的なんですけども、なかなか難しいんですよ。それが、分かっていてもやらないっていうのはですよ、寒いから、寒いんで本当にね、マイナス何度っていうところでそれをやんなきゃいけないってことになると、もう心が折れますよね。
ということで、その豪雪地帯の方でもお家でそういった処理をするっていうのは難しいわけなんですね。そういった時はガソリンスタンドとかにある洗車機なんかは下回り洗浄という機能がついてますけど、毎回そこに入れて洗うっていうのは経済的にも現実的じゃないのかなと思いますので、毎回とは言わず、例えば高速道路走った後とか普通の国道とかでも塩はいっぱい撒かれておりますので、ガソリンを入れたタイミングで洗車機に入れるとか、まあ、そういった感じでですね、しっかりと洗い流してあげましょうということです。あとは防水処理を施すということで、これはやるなら今のうちです。今はまだその融雪剤そんなに巻かれていないかと思いますので、本格的なシーズンを迎える前にですね、しっかりした防水塗装を業者に施してもらうっていうのは、これはかなり効果的です。その防水処理って安くないんですよ。車検の時にこう服ああいう感じではなくて、本当に金属部分をしっかりと守るっていった塗装になりますので、ちょっと厚めでベタベタしたようなね塗料になるんですよね。ちょっと数万円しますけれども、車の大きさによって変わってきますけど、これやるとやらないじゃね、もう車がね2倍も3倍も持ちが違いますからね。そういった融雪剤を撒く地域で車がダメになるパターンっていうのが、エンジンがダメになって廃車っていうパターンよりも、サビがひどくなってフレームがもうボロボロになって車を取り替えなきゃいけないっていうパターンの方が多いです。今年の冬からこっちで暮らすよっていう方、融雪剤っていうものを実際にこう体験したことがない方、これは本当に効果があることなので、最初に防水処理をしっかりしてから走るように心がけていただければ安全かなと思いますし、そういった地域に住んでいる方もですよ、そういった融雪剤を洗い落とすという習慣をしっかり身につけていただければ、もっと車が長持ちいたしますので、せっかくの愛車なので大切に乗っていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。